4時30分、時刻は4時30分になりましたね。先ほど午前4時24分ごろ、青森県、岩手県で震度5弱の地震を観測しています。この地震に関して津波の心配はないという情報が入ってきているようですね。報道部の畑中秀也デスクが今スタジオに来ました。青森放送、岩手放送、東北放送、秋田放送、そして今日から放送が始まりました山形放送でお聞きの皆さん、かなり強い地震がありました。震度5弱が青森県の三八上北、岩手県の沿岸北部、岩手県内陸北部などとなっています。畑中デスクが入ってきました。津波に関する情報は入ってきてますでしょうか？はい、津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。で、震源地並びに地震の規模、マグニチュードも入ってきております、はい。震源地は岩手県の沿岸北部、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されます。震源の深さはおよそ80キロとなっています。岩手県沿岸北部で、震源とする地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。で、各地の震度ですけれども、はい、少し詳しい情報が入ってきました。お願いします。最大震度は5弱です。震度5弱が青森県の八戸市、三沢市、野辺地町、五戸町、岩手県の宮古市、久慈市、普代村、野田村、軽米町となっています。その他震度4が青森県の十和田市、七戸町、六戸町など、岩手県では岩泉町、広野町、盛岡市、二戸市などとなっております。また、震度4はこの青森県、岩手県の他に宮城県の気仙沼市でも観測されました。その他北海道から福島県まで広い範囲に震度3が観測されています。日本放送の震度計は先ほど1を指しておりましたけれども、今のところ東京の震度の情報は今のところ入ってきておりません。はい、緊急地震速報が、ね、出ましてね。そして沿岸部に震源地がどうもあるようなので津波がとても心配だったんですが、はい、一応気象庁の発表では、はい、津波の心配はないということですね。そうですね。地震の規模、マグニチュードは 6.1 ということですから、まあ、地震のエネルギーとしては、はい、かなり大きなものでしたけれども、まあ、津波の心配はないということです。ちょっとなんかいろんなところで地震が頻発しているイメージがありますよね。はいはい、ね、ということなので、はい、ぜひ東北地方でお聞きの皆さんはこの後ももう一回揺れがあるかもしれないので、倒れ込んでくる家具などが身の回りにないだろうか。今ちょっと休んでらっしゃる、寝てらっしゃる方が多いと思うんですけども、はい、まあ、もう一回ね、自分が寝てらっしゃる場所の確認をしていただきたいですね。ぜひ落ち着いて行動してください。はい、はい、暗いお部屋の場合もあると思いますので ね、 そうですね、ぜひ明るくして、そうですね、はい、ちょっとお互いに声を掛け合っていただいて大丈夫かなっていうのを確認していただきたいと思います。畑中さん、なんかまた新しい情報が入ってきましたらと言いますが、はい、まあ、曲をかけてその後にニュースになりますので、まあ、そうですね、じゃあまとめて、はい、ちょっと情報を今集めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日からですね、山形放送さんでこの朝ぼらけが始まるというところで、まだ私は自己紹介もしておりませんでした。この時間から4時30分からは上柳正彦朝ぼらけという番組ですね。今日本放送以外でお聞きの皆さんとはこの後5時までお付き合い、生放送で、させていただきます。ということで、それじゃあちょっとタイトルコールなどをさせていただきましょう。4月2日火曜日、ようこそ山形放送さん。そして、いきなりの地震で大変でした。大丈夫でしょうか。青森放送さん、岩手放送さん、東北放送さん、秋田放送さん、山形放送さん、そして STB ラジオさんの木村さん、大丈夫でしょうかね。もう一度身の安全、確保されているかどうかを確認してください。では始めましょう。上柳正彦朝ぼらけ。おはようございます。4時30分を回りました。沖の放送、上柳雅彦朝ぼらけ。日本放送では月曜日は朝5時から6時まで、そして火曜、水曜、木曜、金曜は朝4時半から6時までの生放送、そして4時台は全国
今日は32局ネットの皆さんに生放送でお送りしていますね。で明日から水木金なんですけども、 RCC 中国放送の皆さんにもこの朝ぼらけをお伝えしてまいります。まずお天気いきましょうかね。今朝は高気圧に覆われていますね。西から前線が近づいてくるでしょう。九州は天気が下り坂で夜は所々で雨が降りそうです。中国四国は日差しが届きますが、夕方から次第に雲が増えまして局地的に雨が降るでしょう。近畿や東海、関東甲信、北陸、東北、北海道の太平洋側、今日は概ね晴れそうですね。北海道の日本海側は午前を中心に雲が広がりやすく、雪や雨の降るところがあるでしょう。関東地方です。今朝の関東は広く晴れています。昨日の朝と比べて気温が低くなっているところが多く、東京都心5日ぶりに10度を下回っていますね。日中もおおむね晴れるでしょう。昨日のようなにわか雨はなさそうです。最高気温18度から20度くらいですね。昨日とほとんど変わらず平年並みかやや高い予想となっています。風が比較的穏やかで暖かな日差しに春を実感できるでしょうという天気の方は、今日はおかげさまで相変わらずといいますか穏やかな天気が続くということですね。今都心の気温 9.5 度ですね。北西の風 3.6 メートルの風が吹いています。で今日の1曲目なんですが、松任谷由実さん、かつてアキーシアというアルバムをお出しになったことがありまして、その中の曲アカシアという曲を聴いていただきます。でこれは松任谷由実さんがですね、このアキーシアの中からアカシア、これがあの石川県の河北郡の内灘町という、まあ、今回の北陸の地震では液状化現象がとても発生してしまった町なんですが、かつて由実さんこの町を訪れて野生のアカシアが群生する風景に感動した楽曲で、この楽曲を、再び皆さんに聴いていただいて、そして、購入していただくことによってその収益を能登半島地震の災害の義援金として、由実さん石川県に寄付するという、まあ、こういうお話なんですね。地震でした。大きな被害がないことを願っておりますということ。としあきさんも、地震速報のアプリに叩き起こされましたということです。ということでお聞きいただいたのは松任谷由実さんでアカシアでした。時刻は4時40分になっていますね。それでは先ほどニュース地震に関する情報を伝えてくださいました。今日からですね、この曜日は畑中秀也ニュースデスク担当ということになります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、では先ほどの地震のニュースをまとめてお伝えします。今から16分ほど前ですが、午前4時24分ごろ岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。青森県と岩手県で震度5弱を観測しております。でこの地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。で各地の震度ですが、今ありました通り震度5弱が青森県の八戸市、三沢市、野辺地町、五戸町、岩手県の宮古市、久慈市、普代村、野田村、軽米町で観測しました。でその他震度4が青森県、岩手県、それから宮城県でも気仙沼市で観測されています。まあ、その他北海道から福島県までで震度3を観測しました。で関東地方の震度も入ってきております。関東ですと埼玉県で震度2を観測しました。埼玉県の加須市、春日部市で震度2を観測しました。その他栃木、群馬、千葉、東京では震度1が観測されております。でこの地震による津波の心配はありません。またちょっと交通機関が気になるところですけれども、東北新幹線、JR 東日本によりますと今のところ、まあ、今朝6時の始発には影響がないという情報が入ってきております。では地震に変わりまして、その他のニュースをお伝えしてまいります。はい、お願いいたします。はい、自民党派閥の裏金事件を受け、茂木幹事長は昨日議員の処分を決める党紀委員会の招集を要請しました。派閥の幹部の立場にありながら適切な対応を取らず大きな政治不信を招いた者および不記載または不適切な記載の金額が過去5年間で500万円以上と多額に上った者計39名を対象とし審査を要請いたしました。
で処分の対象となるのは今ありました通り39人で氏名が公表されました。でこのうち安倍派の幹部につきましては塩谷隆、下村博文、西村康稔、世耕弘成、この4氏の全員または一部に除名に次いで重い離党勧告の処分を課す方向です。なお岸田総理大臣と二階元幹事長は対象に含めませんでした。で二階氏については次の衆議院選挙に出馬しないと表明した点を重く受け止めたためとしています。党紀委員会はあさってにも開催し処分を決定します。でこの処分が予定通りなされれば岸田総理大臣はアメリカ訪問に臨むことになります。昨日の参議院決算委員会では日米首脳会談に対する意欲を強調していました。国際社会がさまざまな課題に直面する今だからこそ、日米の固い結束を改めて確認をし、我が国の安全と繁栄、国際社会の安定と繁栄に向けた幅広く突っ込んだやり取りを行いたいと考えています。で会談は10日に予定されており、このほか公式の夕食会に出席し、11日にはアメリカ連邦議会の上下両院の合同会議で演説すると説明しました。それから未明に入ってちょっと不穏なニュースが入ってきておりまして、イスラエルが1日シリアの首都ダマスカスにある建物を空爆し、イラン革命防衛隊の将官が死亡したとイランのメディアが伝えました。で建物にはイラン大使の公邸が入っていますが、大使や家族に怪我はない模様です。ただシリア人権監視団によりますと8人が死亡しました。またロイター通信は複数のイランの外交官が死亡したと伝えています。イスラエル軍とイスラム組織ハマスが去年10月に戦闘を始めて以降、敵対関係にあるイスラエルとイランの対立が激しくなっています。以上この時間のニュースをお伝えしました。大使館を狙って攻撃というのはなかなかね、はいはい、やはりこう武器のやり取りをめぐって、どうもこの敵対関係にあるというふうに言われてますが、はい。そして自民党派閥の裏金事件ということで、さまざまな処分がまあなんか実に細かく出ましたね。そうですね、はい、まだこれは決定ではありませんので、はあはあ、まだ検討している段階でもあると思いますけれども、うん、ただこの処分の厳しいか厳しくないかによって、うん、まあ、我々はこの解散時期を占うという、ね、面もありますので、ここは注目ですよね。こういう情報をちょっと出して、こう世論の動向をこう見ながら、はい、これじゃ軽いっていう風になるのか、うん、まあ、そのぐらいあればいいかってなるのかと今ずっとこう見てるわけですね。そして解散の時期を、はい、ただ厳しい処分にすればするほど、うん、自民党内で敵を増やすことにもなりますんで ね、 そうですね、このあたりの、まあ、言ってみれば連立方程式です ね、 ね、どういうふうに解いていくのかなって感じがしますが、なるほど、まあ、岸田総理と二階さんとのあの関係とかでもね、なんかいろんなこう力関係が働いてたっていうのがいろいろ報道されますもんね、はい、またご時代ちょっと地震に関する情報もなんか新しいのもありましたら、はい、いつでもお伝えくださいませ、はい、わかりました。畑中秀也ニュースデスクでした。ありがとうございました。4時46分です。沖縄放送、日本放送が制作し、全国32局の皆さんに生放送でお届け中、上柳正彦朝ぼらっけ。三宅裕司です。熱海五郎一座スマイルフォーエバー、ちょいわる淑女と愛の魔法を6月2日から新橋演舞場で上演します。今年は演舞場シリーズ第10回記念公演、記念すべき今年のゲストは伊藤史朗さんと松下由紀です。チケットは絶賛発売中。お問い合わせはチケット本小地区0570-000-489。おなじみの一座のメンバーとゲストを2人でお客様を爆笑と感動の世界へお連れします。ちょい悪淑女って私のことですよね。ぜひ劇場へお越しください。上柳正彦朝ぼらっけ、日本放送の制作でお送りしています。ということで、今日から山形放送でお聞きの皆さん、そして日本放送以外でお聞きの皆さんとは、今週は初山形放送の皆さんとはもう初めましてというふうになりますね。よろしくお願いします。
山形からもメールが届いておりましてね、山形県の朝日町という内陸の町ですね、地図で最近さっきちょっと見たんですが、48歳の男性の方ですね、パパンさんという、新年度から山形放送でも上ちゃんの声が聞けるようになりましたよというメールをいただいてるんですね。昨日の夜いただいてるんですが、おそらく地震で、あるいは緊急地震速報等々で飛び起きたんじゃないかと思いますけどね。はい。それから山形県のふわぼらけというふうに書いていただいてるんですね。はい。今日はこの時間の前がふわちゃんがオールナイト日本をね、ゼロを担当してるんですけども、ついに山形でも朝ぼらけ聞けると知り、この日を楽しみにしておりました。今まではラジコで投稿放送に合わせて聞いてたんですよということですね。ありがとうございます。写真を送っていただいて、これなんだ、あ、山形の何新聞かちょっとわかんないんですけども、ラジオ欄を早速送っていただきました。この朝ぼらけもですね、最初は9局ネットか7局ネットぐらいで始まって、それが今はもう32局ネット明日は33局ネットになるんですが、各皆さんお住まいのところの新聞のラジオ欄を見ますとですね、この朝ぼらけっていうふうに書いてないところがほとんどのようで、ただ朝って書いてあるんですね。この朝っていうタイトル見て、なんだこの番組って皆さん、谷岡康二か、古いだろうと思うかもしれませんけど、若い人全然わかんないですよね。花字部、わかんないと思いますけど、山形はどうかなと思ってみましたらですね、山形放送ラジオ YBS さん、ちゃんと4時30分、朝ぼらけというふうに書いていただいておりますね。ありがとうございます。朝ぼらけっていうのは、いわゆる、日本の古い言葉ですね。大和言葉というふうに言いまして、朝がね、こうなんとなく明けゆく、あたりの時間帯のことを朝ぼらけというふうに言いますね。それから32局ネットということで、北陸放送でお聞きの皆さんも多いと思いますがね、さっきはユーミンさんが石川県へ、この曲の収益を全部寄付するという、アカシアという曲をおかけしましたけども、北陸放送には谷川圭一さんという私の友達のアナウンサーがいるんですけども、彼が今度4月6日今週の土曜日からですね、谷川圭一そろそろという番組、土曜日朝9時から11時半まで2時間半の生放送始まるんですよというのを常夏のココナツさんという方が教えてくださいました。そろそろ谷川圭一そろ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 とは、そろそろお布団から出ましょうかのそろそろと、なるほど、谷川さんがお一人であるソロパーソナリティのソロなんだそうです。お一人ですか、いいですね。やっぱりラジオの醍醐味っていうのは、パートナーの方がいてね、仲良くやるというのも、これは一ついいと思うんですが、私みたいにこの一人でですね、やるというのも、これはラジオの面白いところなんで、谷川さん頑張ってくださいと。頑張ってくださいっていう、お前に言われる筋合いないという、そうなんですね。1月1日に北陸で地震が発生した時に、その後北陸放送に私が行きまして、生放送をするはずだったんです。谷川圭一さんと一緒にやるはずだったんですが、私が喉を痛めてしまって声が出なくなっちゃってですね、谷川さん、お願いということで、谷川圭一さんがオールナイト日本ゴールドを、一人でやってくださったんですね。またいつか、そろそろの方にも、ぜひ、伺いたいというふうに思っております。すいませんでしたね、本当にね。はい。それから、常夏のココナツさん、この方は、どうもラジコを駆使して全国のいろんな番組を聞くのがお好きのようでございましてね。ラジオ福島さんでもこの放送は流れていますね。ラジオ福島さんには大和田新太さんという、もう今ラジオ福島の社員のアナウンサーではないんですが、フリーでやってらっしゃいますね。役員までなられたんですが、今でも日曜日にですね、大和田新太のラジオ長屋っていうのを、日曜日長時間の番組やってらっしゃるんですが、そこにですね、常夏のココナツさんという秦野にお住まいの65歳の食品製造工業勤務の方がね、この朝ぼら系で大和田新さんの存在を知り、大和田新さんというのは東日本大震災の時に福島が大変な状況になっている中で、魂の放送を続け、そして今でも、震災関連、原発の事故関連、津波関連、そして、様々な情報を伝え続けているというね。本当はダジャレが好きで、ご本人言うにはスケベのおじさんっていうことなんですけども、
一旦この地震のことになりますとね、もう本当にジャーナリスト魂というのは燃え盛るという素晴らしい番組やってらっしゃる方なんですが、まあ、この朝ぼらけで小和田新さんことを知り、ラジオ福島をラジコで聞くようになり、で、小和田新さんのラジオ長屋になんかそういうことで聞くようになったんですというメールをね、出してくださったら、小和田さんがそれを紹介してくださって、で、わざわざ小和田さんが私の LINE ですね、いや、上ちゃんこんなメール来たよ、嬉しいねって送っていただいたんですよ。で、僕は僕で、ああ、こうやって、ね、ラジオを聞いた方々が勝手に繋がっていくっていうのはもうラジオ屋として一番嬉しいことですねって、また LINE でちょっとお返事したら、それを放送内でまた、放送していましたよというね、まあ、こういうご報告もいただきました。ありがとうございます。どうもどうも。今週はメールお便りのテーマ、山形広島あれこれ、山形放送さん、ね、中国放送さん。まあ中国放送さん明日からなんですけどもね、いろんな思い出などいただいてるんですが、桃田さん、横浜にお住まいの保育士の方ですが、仙台に住んでる友達のところに遊びに行った時に絶対食べた方がいいという蕎麦があると連れて行かれたのが、山形の冷たい肉蕎麦を提供してるお店で、なんで仙台で山形なのと思ったんですが、まあびっくり。鶏の柄の出汁汁で、で、醤油味の、これが冷たい汁そばなんですよ。で、お肉は豚でも牛でもなく鶏なんですね。仙台から近い商店街の中にある山形のお蕎麦屋さん。これ結構お客さん入ってまして、冷たい肉そばを食べてるんですよ。みんなびっくり。で、いざ冷たい肉そばが私の目の前に出てきて、丼に入ってますよ。ついついあったかいそばと間違えて、ふぅ、ふぅってしちゃう私がいました。なるほどね。冷たい肉そばの発祥は河北地方なんだそうです。その河北へ行って冷たい肉そば食べたいというふうに書いてある。山形、冷たい肉そばと入れると、ウィキペディア等々いっぱい出てきますね。これ全く、写真だけで見ると、わあ、なんか熱々の肉そばの感じするんですけど、これが実は冷たいという、なんでその冷たいそばを食べるようになったのかは諸説あるんだそうです。さて、毎週火曜日は、お別れの曲、バトンソングス、思い出の一曲を次の時代に手渡そうという企画なんですね。そのメッセージに寄せられた曲を聴きながら、日本放送以外の皆さんとはこの時間でお別れ。まあ、よろしければラジコでこの後も聴いてください。でも地元のラジオも大切にね、というふうに。3月25日にいただいたメールなんですが、すき焼きさん、大田区にお住まい、いつもメールいただいた56歳の方ですが、5年前の今日、68歳の若さで萩原健一さんが天国に旅立たれましたね。私が子供の頃に見た傷だらけの天使のオープニングで、ああ、水谷豊さんとの名コンビですね。トマト、コンビーフ、牛乳を食べたり飲んだりしていました。これはもうオープニングで、本当にアドリブでやってらっしゃったそうです。ネットでも多分見ることできると思います。なんかすごく美味しそうなんで、コンビーフ真似して食べてみたんです。ガバーッと被りつくんですね。トマトかなんかと一緒に。で、牛乳バー飲むという。あんまり美味しくなかったっていうね。今でも心に残る衝撃を受けた芸能人の方でした。上ちゃんも昨年お母さん見取りましたね。私の母は12年前に亡くなりました。両親はどちらも好きなのに思い出すのは母親のことばかりということで、バトンソングスは萩原健一さんの前略おふくろという曲をお願いいたしますという。これは倉本聡さんの名作ですね。1975年前略おふくろ様の主題歌になっていました。深川の、まあ、料亭にね、見習いで入っていくという、それが萩原健一さんでございます。俺袋俺ちゃんと働いてっからさという歌でございます。萩原健一さんの前略お袋聞きながら、日本放送以外の方とはこの辺りで、いい歌でしょうこれ。前略お袋お元気ですか、今度仕事を変わりました、どうかぜひにと呼ばれたんです、僕もそろそろ芽が出そうです、嘘じゃないです、本当のことです、光り合ってる今日この頃、
それからおふくろ親父さんにはこのこと内緒にしていてください。家でしたことまだ怒ってるし、いらぬ心配かけたくないし、とにかく友達いいやつばかり、仕事が楽しい今日この頃。追伸おふくろお願い一つ、お金が少々足りないのです。月末になればすぐ返せるし、お遣い送ってあげられそうです。女の子には目もくれないで、早寝早起き今日この頃。防災一口メモ。エレベーターに乗っているとき地震が起きたら、すぐにすべての階のボタンを押し、止まった階で降りてください。地震の時はエレベーターを使わず階段で避難しましょう。日本放送アナウンサー新行一花でした。今も輝く松本伊代、早見優、森口博子の3人によるステージ。懐かしいヒット曲やトークであの頃のステージが蘇る青春のアイドルヒットステージ、4月21日日曜日、神奈川県民ホールで開催。松本伊代です。ゆうちゃん、ひろこちゃんとお送りするステージ楽しみです。早見優です。皆さんがご存知の曲やマル秘エピソードまで盛りだくさんでお送りします。森口ひろこです。私たち結成してもう10年、ダンスも素晴らしいフォーメーションバッチリです。楽しみにしていてください。チケット一般発売中、詳しくは日本放送ホームページへ。皆さんのご来場お待ちしてます。3月、いや違った、ごめんなさいここに書いてある、ごめんなさい、私が4月2日火曜日、日本放送上柳正彦朝ぼらっけ。おはようございます。5時を回りました。朝ぼらけです。上柳正彦です。4月2日です。今日も京都で朝ぼらけお付き合いいただきましょう。いろんなところにお前ボーっと書いてあるものただ読んでんじゃねえぞというふうにこう地雷がこう埋められてるんですね。それをこう避けながら緊張感を持って放送しろという、まあ、そういうことですね。温かい気持ちで、お天気いきましょうかね。まあとにかくさっき4時24分ですか、岩手県の沿岸部を震源とする強い地震がありまして、この後畑中さんに伝えてもらいますけど、震度5弱のところがありました。で津波はと思ったんですが、津波の心配がないということだけはまあ幸いだったんですが、まあ、関東も少し揺れましてね、東京この有楽町の日本放送のスタジオも震度1だったんですが、まあ、毎回申し上げておりますが、今皆さんがいらっしゃるところ、大きな地震が発生した時に身の安全を図れるような場所になっているかどうか、大きなタンスとか本棚がこう倒れ込んでくるようなところではないだろうか、とうとうちょっとね、もう一回身の安全確保するために確認をぜひしていただきたいと思います。今朝の関東は広く晴れています。昨日の朝と比べて気温が低くなっているところが多いですね。
東京都心は5日ぶりに10度を下回って、今都心 9.2 度ですね。北西の風 3.9 メートルの風が吹いています。まあ、今日は日中もおおむね晴れるでしょう。昨日のようなにわか雨もなさそうです。最高気温18度から20度くらいでしょう。昨日と気温はほとんど変わりませんね。平年並みかやや高い予想です。風が比較的穏やかで暖かな日差しに春を実感できるでしょうということで、新入社員の皆さんにとってみると出社2日目ということになりますね。4月の1日月曜日が入社式、1週間長いなというふうにね思ってるかもしれません。黒あるいは濃紺のスーツを着た男性女性が有楽町界隈もいっぱい列をなして歩いていましたね。入社式を終えてなんかどっかまた行くんだろうなとか、それから大きな荷物をガラ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 引きずりながらスーツ着ている、もう下ろしたてのスーツ着ている若い人もいて、あ、なんか東京の方に引っ越しをすることになったのかな、どうなんだろうなみたいなね、様々な光景がありました。リスナーの皆さんもいろいろと生活が変わっていくようで、キムタクヨッシーさん、市川にお住まいの方です。この方あの市川で今梨の農園をやってらっしゃるんだそうですが、この方最近までですね、豊洲の市場で魚の競りをやっていたということなんですね。鮮魚の競りですから、もうこの時間なんかもうフルで働いてる時間ですよね。もう夜中の1時ぐらいからもう働き始めてたんじゃないですか。でそれを定年退職になって、で今は実家の、梨農園を手伝ってるということですね。まあ、ようやく梨農園のいろんなサイクルが分かりかけている段階です。ようやく慣れたかなという感じ。一言に梨と言ってもね、やること多いんですよ。今はやっと剪定作業が終わったところで、これから花が咲くと交配作業が待ってます。頑張りますという。鮮魚の競りから今度は梨の、ね、農家の方にという61歳の方ですね。随分生活が変わりますね。それから元車検売りの美魔女さんという方、67歳の横浜にお住まいの方なんですがね、この方4月1日に昨日メールいただいてるんですが、昨日の朝午前5時29分、3月31日でいわゆる定年退職いたしました。朝寝坊なんかし放題なのに、やっぱり朝はこの時間に目が覚めちゃいます。でもなんか気持ちが全然違うのもゆったり聞いてますと、今はこのゆったり感が最高と思いますが、ああでもきっとすぐに、あ、なんかしなきゃと焦っちゃったりするんだろうなぁと。とりあえずしばらくは予定があるので、それをちょこちょこ楽しみながら体慣らしていこうと思ってますという方ですね。今日はもうどうですかね、2日目起きてますかね、どうでしょうかね。様々な生活が変わった方も、相変わらずの日常の方も、また新年度も病気療養中、病室のベッドからぼんやりと明ける空を見てる方も、朝ぼらけどうぞお付き合いください。では5時5分回ってます、産経新聞ニュースです。はい、こちらの方もいろいろとこう変わりまして、ニュースデスクの方変わりましてね、火曜日は畑中秀也ニュースデスクです。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では先ほど40分ほど前に起きました地震のニュースからです。今日午前4時24分ごろ、岩手県沿岸北部を震源とする地震がありました。最大震度は5弱で、青森県と岩手県で観測されております。この地震による津波の心配はありません。でこのほか震度4が宮城県で、震度3が北海道から福島県の広い範囲で観測されています。で関東では埼玉県で震度2を観測したほか、東京都、栃木県、群馬県、千葉県で震度1を観測しました。で JR 東日本によりますと、東北新幹線は今のところ午前6時の始発には影響はないということです。また東北電力によりますと、宮城県の女川原発に異常は確認されていないということです。次に、自民党派閥の裏金事件を受け、茂木幹事長は昨日議員の処分を決める党紀委員会の招集を要請しました。で処分の対象となるのは、政治資金収支報告書に記載していなかった額が500万円以上となる安倍派と二階派の議員、これに安倍派の幹部を加えました39人で、氏名が公表されました。なお岸田総理大臣と二階元幹事長は対象に含めませんでした。茂木幹事長です。二階さんにつきましては、自ら政治責任を取り、次期衆議院選挙への不出馬を表明したことから、
党執行部としてはこの判断を重く受け止め、党紀委員会への審査要請をしないこととしたと。で、裏金事件をめぐっては昨日の参議院決算委員会でも野党の追及がありました。で、岸田総理大臣は党の処分の前に安倍派幹部らへの追加聴取の結果を公開すべきだと迫られまして、次のように答弁しました。追加の聞き取り調査を現在行っているところであります。そしてその中で新たな事実がもし把握できたならば、政治責任を明らかにする中で党としても説明を行ってまいりたいと考えています。一方、事件を受けた政治資金規正法の改正を今の国会で実現すると重ねて主張しております。厳格な責任体制の確立や政治資金の透明化の確保のために、党として諸外国の制度運用も参考としながら、あり方を今詰めているところであります。政治資金規正法の改正、この国会において必ずやると再三申し上げております。変わりまして、広域にまたがる特殊詐欺事件への対応強化を目的とした対策本部と連合捜査班が警視庁に新設され、昨日発足式が行われました。訓示する尾形義美警視総監です。全国警察がこれまで以上に緊密に連携して検挙活動をはじめとする諸対策を迅速かつ効率的に講じていくことが求められています。で、この特殊詐欺対策本部は近年特殊詐欺の発生件数が高止まり傾向にあることを背景に、ひったくりなどの対策を行っておりました犯罪抑止対策本部を廃止して新たに設けられたものです。で、一方で横浜ではこんな被害がありました。横浜市に住む外国の国籍を持つ50代の男性が大使館の職員を名乗る男たちからおよそ1億3700万円を騙し取られたことが分かりました。男性の母国語で、あなたが海外に送った荷物の個人情報が漏れている、保釈金を払わないと刑務所に入ることになるなどと、このような電話があったということです。神奈川県警で特殊詐欺事件として調べています。以上、産経新聞ニュースをお伝えしました。自民党派閥の裏金事件ですけれども、はい、まあ、お金によって処分するかしないかっていうのをこう線を区切ったりとか、はい、まあ、とにかく岸田総理は10日ですか、はい、訪米アメリカに行くんで、その前に何とかしたいということのようですね、はい、もう片付けてしまいたいという思いがあるでしょうけれども、やはりまあ野党はなかなかそこら辺は黙っていないとは思います。で、はい、この離党勧告というのも、別に法律的に絶対やめなきゃいけないというものでもなく、はい、断ることもできるらしいんですが、まあ、勧告ですからね、これはそのあたり、はい、それから、まあ、離党して、じゃあ同じ選挙区に郵政の選挙の時みたいに、はい、自民党の他の候補がこう対立で入ってくるとかっていうことはないんですかね、今回はね、まあ、資格を立てるということですよね。これは今のところ聞こえてきませんので、まあ、そのあたりをね、世論がどう判断するかということです。なるほどね、本当世論の動向を見てるんでしょうね。ただ、まあ、世耕さんのこの離党勧告するかしないかという話が出ておりますけれど、はいはい、このあたりはやっぱりこう和歌山選挙区で、うん、力がある二階元幹事長とのこのせめぎ合いというのがちょっと見え隠れするところですけれども ね、こういったところにもやはり地味猛烈とした動きがあるんだと思いますが、世耕さんも参議院から衆議院にくら替えっていうのをちょっと一回はいパスする感じですかね。どうでしょうね、それは。ね、はい、はい。あとはその岸田総理ご自身も派閥会長をやってらっしゃる時の宏池会の元会計責任者が、はいはい、まあ、結構政治資金規正法違反とかで起訴されたりとかね。はい、なんか自分のところにも結構いろいろあるみたいですもんね。そこどうするんだろうっていうこともあるんですけど。まあただ、まあ、現実的に考えて。はい、自分が離党したら総裁でなくなるわけですから、うん、まあその辺は難しいところでしょうね、うん、ただもう本当に毅然とした態度を取らないと、はい、やっぱり世論は甘いと見るだろうし、うん、毅然とした態度を取りすぎると、うん、今度は自民党内で敵を作るということになりますから、ここら辺の塩梅がどうかということですよね。これがまあ一つの支持率にも関わってきますから、解散の時期にもまあ、影響するということなんでしょう。はい、うん、それから
ひどい詐欺事件があるもんですね、これね。1億円を超える外国の国籍を持つ50代の男性のところに大使館の職員を名乗る男からその母国語であなたの荷物からの個人情報漏れてる、保釈、ここでいきなり保釈金払わないと刑務所、どういう理論なんだと思うんですけど、もっと巧妙なんでしょうね、きっと言い方はね。でしょうね。しかも、まあ、このニュースでは特に、国籍は明らかになっておりませんけれども、母国語ですからね、そこら辺もきちっと調べた上での、そういうことになりますね、手口になりますんでね、相当なこう知能化が進んでいるなって感じがします。はい、あとはあれですね、森永卓郎さんとかあの投資詐欺ですよね、はいはい、フェイクのね、はい、あれもひどいですよね。結構フェイスブック見てると出てきますよ ね, ね、はい、前澤友作さんが怒ってましたよね、はい、ふざけんじゃないというふうに、もうああいうの全部詐欺ですからね、本当に気をつけていきましょう。で、騙されるわけないじゃんっていうところの裏をつくような巧妙な口を次々にやっぱ考えていきますよね、本当にね。まずこういうのが出たら、あの逆にこういうあのキーワードを入れてね、あの検索するとこれは詐欺ですよという情報が必ず出てきますので ね, そ う, でね、そういったところで ひとまず立ち止まってと、はい、いうことが必要かと思います。畑中秀也ニュースデスクでした。でまたよろしくお願いいたします。はい、失礼しました。スポーツですね、メジャーリーグドジャース大谷選手カージナル戦に2番指名打者で出場して6回にライト線へツーベースを放って4打数1安打ドジャースは5対4で逆転勝ちをしていますね。それからお相撲なんですが、大相撲の元幕内北青鵬の暴力問題によりまして部屋が当面閉鎖となった宮城の親方が昨日転籍先で部屋付き親方となります伊勢ヶ浜部屋へ明日出向くと、もしかしたら今日かもしれないですね、明らかにしたということですね。はい、朝稽古の指導に立ち会うんだということです。でお稽古の方は宮城の部屋に在籍した力士は昨日参加していなかったということです。それから早稲田大学のラグビー部女子部の設立を発表したということですね。ホームページで、グローバルリーダーの育成に貢献できるものと考えているとし、部員スタッフを今募集している。まあ、早稲田のラグビー部は1918年、総部の強豪であります。5時15分になるところです。お知らせ挟みまして、朝ぼらけ生放送なんですけども、生でスペシャルゲストの方が登場というふうになってます。今まで自分に合う歯磨き粉が見つからなかったあなた、そんなあなたに全薬販売の薬用歯磨きオーラパールプラスをご紹介します。歯磨き粉っていろいろあって迷いますよね。この歯磨き粉、独自のブライトニング処方を採用しているので健康で白い歯を目指せるんです。すごい、口元って相手に見られているなーって思うことはありますよね。歯を白くすることができるの嬉しいですね。しかも最大10種の薬用成分で虫歯予防はもちろんのこと、歯肉炎、歯周炎、口臭、知覚過敏症状を予防してトータルケアができます。歯磨き選びに悩まれている方にぴったりな商品なんです。これ1本でお口の美容と健康対策ができちゃうんですね。しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は入ってないんですよ。そうなんですか。配合成分についていろいろと考えられているんですね。こちら店頭では販売していません。通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ価格1本税込み1980円で提供します。送料は税込み600円です。また330円相当の歯ブラシ1本と歯の色の変化をチェックするシートをプレゼントします。歯の色の変化をチェックしてみてください。お問い合わせは 0120-400-022 ラジオを聞いたとお伝えください。お届け、返品、お支払い手数料についてもお電話で。お問い合わせは 0120-400-022 受付は朝9時から夜8時までです。それでは最後にもう一度、お問い合わせは 0120-400-022 受付は朝9時から夜8時までです。これを機会にオーラパールプラスで白い歯目指してみませんか。たくさんのお電話お待ちしています。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。今日のコメンテーターは経済アナリストの馬渕真理子さん。昨日発表の日銀短観、さらに物流業界を取り巻く2024年問題、新年度を迎えた日本経済の行方を分析します。 OK コージーアップはこの後6時から。 FM93
AM1242 日本放送上柳正彦朝ぼらけ、5時17分ですが、早くもアフターファイブシャドウみたいにヒゲが生えてますが、これ QC とスペシャルゲストって書いてあるんですよ。いや、あ、もう夕方の5時かなって一瞬思ったんですけど、朝ですよね今ね。そうなんです。生えてますね。だいぶヒゲは旺盛なんです、そうですね。ということでこの後6時からの生放送を控えてるんで、忙しい中来てくれました、 OK 工事アップの飯田浩司アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあイベントがもう4月28日日曜日、神奈川県民ホールもう控えておりますからね。ありがとうございます。無理言って本当ここを時間あげていただいて、やっぱりあの連休の頃ですから、お仕事もいろんな、次の日も休みなんだよ確かね。これそうなんですよ。29日ね、そう、あの三連休の中身なんですよ。それは、大型連休の入り口の三連休の中身というですね。いやもういろんなご予定があると思うんですけども、でもみんながみんな旅行に行くわけでもないんで、ぜひあの、どうですかね、横浜界隈、これあれですよね、あの、大桟橋の近くですよね。おっしゃる通りです。神奈川県民ホールね。神奈川界隈は、あの、外歩きするだけでもすごくいい雰囲気なんでね。目の前が山下公園で、そうそうそう、左を見ると赤レンガ倉庫があって、みなとみらい。で、右を見ると氷川丸というね。そうですね。で、場合によっては大桟橋に連休の頃ですから、ものすごいでかい客船が、入ってるかもしれない。こんなところにマンション建ったみたいな感じでね、止まってるんですよね。おっしゃる通りです。そういうのをこう見ることができるのがこの神奈川県民ホールで、時間がいいじゃないですか。会場が15時で開演16時ですから、夕方ちょっと早めに行って、ランチ。ランチ。赤レンガ倉庫の中なんかいいね、美味しい食べ物いっぱいありますよ。そうね、ランチをして、そぞろ歩きをして、ちょっとうっすらと汗ばんだところで、空調のちゃんと効いてる県民ホールの扉を開けると、飯田さんがうっすらとひげを生やしてそこにもいるわけですから、ね、その時間になるとちょっと生えてくるかもしれないですけど、で16時ですから、はい、まあやったとしても3時間ぐらいですか。おっしゃる通りです ね。まあそのぐらいだと思います。ですよね。多分ですと、まあ7時夕飯をちょっと横浜で中華街次の日も休みだしっていうんで、そう、ね、これ中華街までも県民ホールから歩いて5分もかかんないですから。かかんない、もう抜群のところにあります。はい、そこで、はい、飯田アナウンサーがこういうイベントをやりますね。コージアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK 工事アップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホールでございます。そうですね。はい。まあやっぱりなんとなくこのパンフレットの活字を見ても、おたけびを上げたくなるような強い口調で読むんだなっていう感じになってますけど、多分その訴えでチケットを買った方はもうね、皆さんもうすでに、ね、飯田さんもうって、ありがとうございます本当に。これからはそのちょっと穏やかな感じで、そうね、穏やかな感じで、ゴールデンウィークの中日なんかちょっと横浜行って、あ、なんか LF のイベントやってるみたいな、ちょっと行かない、あ、そう、じゃあ行くっていう、そういうようなファミリー向けの訴えですと、どんな読み方になりますか。飯田浩司の OK 工事アップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。この激論って部分がそぐわない。いやでもだいぶあのなんか、そうなんだ。なんか身構えて勉強していかないといけないのかっていうことじゃないですからね。そうふっと来ていただいて。ふらっと来ていただいて。激論と言いましても、そこはもうトークのもう、スペシャリストたちが集まっておりますので。これはまあ笑い。をね、もう含めて、笑って最後に、あ、な、そういうことなんだっていうことで、お帰りいただけるんじゃないかと思いますよ、本当に。あの、放送では話せないようなね、はい、ことも含めて、はい、出演するゲストの皆さんは、作家で自由民主党参議院議員、青山茂春さん、はい、明治大学教授、経済学者、飯田康之さん、元日銀審議員、PWC コンサルティング合同会社、チーフエコノミスト、片岡剛志さん、東大先端研の准教授、小泉優さん、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、戦略科学者、中川浩二さん、経済アナリスト、馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員、峰村健二さん、そして評論家、宮崎哲也さんであります。よくゴールデンウィークの中日に皆さん揃いましたね。そうなんですよ。なんか、あの、ダメ元で声かけてったら、皆さん OK してくれたっていうね。いや、これはまあ、飯田さんの人望ってやつでしょうよ。いや、ありがたいですね。でも、本当、この時期っていうのがですね、はい、まあ、あの、国内だと、衆議院の3つの補欠選挙があったりなんかする。当日ですもんね。当日なんですよ。しかし、
連休の最中にどれぐらいの投票率になるでしょうね、これね。いや、おっしゃる通りで、ね、その辺もね、またで天気がどうなるかによっても投票率変わってくるんですが、ね、まあ、この結果が結構岸田政権に左右すると言われていると、はい、でアメリカ大統領選もあるし、うん、ロシアとウクライナどうなるとか、うん、中東もね、今日さっきシリアになんていうね、イスラエルがシリアの中のイラン大使館を爆撃するっていう。そうなんですよ。でこれ国際世論としてはどうさすがにこれは国際法違反だろっていうふうにね、言ってますが、で、それで止まるイスラエルでもない、イランじっと耐えてるけど、これどうなるっていう、これ、4月あたりどうなってるか全くわかんないと。で、さらにですね、この今年のゴールデンウィークなんですが、ラジオパークがないんですよ。そうなんですよ。日比谷公園がなんか改修。今ね、大改修やってますから。だから、なんか集えるようなイベントが実はゴールデンウィークないんですよね。ゴールデンウィーク唯一の日本放送の番組イベントでございます。そうですよ。ぜひこの激論横浜ベイサミットにお越しください、はい、司会は私と新業アナウンサーですが、はい、新業アナウンサーはさらにですねグッズのプロデュースもやってまして、この間のコラムの時のグッズはあれ本当良かったですね。いやあ、あれ見事ですね。やっぱあの人はああいうのをうプロデュースすると。そうなんですよ。いやあれもね、もう細かいところまでこだわって作ってくれたんですが。戦隊もののイメージをね、ね、アクトリー入れて面白いのを作ってまして。劇画タッチのね、ポスター風のクリアファイルを作ってくれましたが、今回はまたですね、知恵を絞った新しいグッズを用意しております。はい、これからまだどんどんといろいろ発表になっていくと思いますね。そうです。そうですね。一般指定席6500円ということです、はい、お問い合わせチケットなどはチケットピアですかね、チケットピアと、それから今ですね、はい、一般になってから CN プレイガイドでも発売してます。電話番号申し上げますね、はい、0570-08-99990570-08-9999番、用意席をご希望の方お早めにお買い求めください。それから当日どうしてもちょっと都合つかないんだよねという方、はい、グローバル配信チケットも4400円で発売中でございます。イベントの模様オンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信後から見ることもできるということでございますんで、はい、まあ都心から1時間かからず、そうですね、ね、まあもう本当は観光がてらもう最高のところですからね、はい、ぜひいらっしゃってください。先週金曜日、はい、松本秀夫さんと飲んだんですよ。マジっすか。で、あの人は、まあ、一軒じゃ終わらない方なんですよ。長いですよ。すべもう一回行きましょうって言う。いや、いいです、いいです。明日、僕が休みで、あなたは仕事ですからね、大丈夫ですね。バーキー、大丈夫ですよ。パッと開けたのが、飯田さんがよく行くあのバーでしたよ。ここにいたんですよ、ここに。いきなり来たんですよ、ここに。とか、言ってたでしょ、飲みましたよ。飯田さんは、アイラ島というね。イギリスのアイラ島というところのね、そうそうそう。このウイスキーが好きなんですよね。そう、ピートが効いててちょっとね。そうそうそう、ボーアとかね。これラフロイグとかね。で、あとでこっちは若々しいやつで、ああ、キルホーマンかな。それで何杯も飲んだんですよ。そうそうそう。本当にね。美味しいですよね。でも、久しぶりです。僕のこと覚えててくれまして、マスターが。あ、本当ですか？うん、嬉しかったな。もう何十年、もう十何年ぶりで行ったと思いますよ。ああいうね、ところに行かなくなっちゃったのよ、この番組になってからと。いや、ほんと行けなくなりますよね。さて、今日の飯田浩司、OK 浩司アップ。ありがとうございます。コメンテーター、経済アナリスト、馬渕真理子さんでございますね。ニュースは、運送業、建設業の2024年問題ですね。はい、そうです。あれ、今日もどっかの新聞一面になってましたね。ああ、そうですよね。なってましたね。はい。日銀の短観ですとか。日銀短観。はい。そのあたりを取り上げるということでございました。忙しい中、すいません。いや、どうもない。飯田浩司アナウンサーでした。どうもありがとうございました。皆さん、ぜひ4月28日、1日曜日とってもいいところですよ。神奈川県民ホールへ足を運んでください。よろしくお願いします、はい、どうもどうも。よっしゃ。 FM93 AM1242 日本放送、上柳正彦朝ぼらけ。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はチャップアップ、交通事故のない社会を目指して JA 共済、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。 FM93 AM1242 日本放送、上柳正彦朝ぼらけ。5時27分になるところですね。もう飯田さんと生放送で2人でこうやって喋るなんて初めてじゃないみたいなね。
そんな感じだったですよね。はい、この後50分ごろラジオリビングですね、日立2023年製エアコン白熊くんをご紹介いたします。メールをいただいておりますね。リクエストのメールですね。千葉県の市川市で姉と二人でカフェをやってます。あららららオープンの準備をしながらいつも聞いてますという新年度のスタートですね。この曲がリリースされた1989年17歳だった小僧も、あ、男性の方ね。八幡横丁さん、市川の52歳の男性の方。17歳だった小僧も今は52歳のおっさんになりました。この曲には何度も背中を押されながら今日までやってまいりました。リクエストお願いいたします。佐野元春さんです。やいて。で、そこでラジオの制作なんかするんですね。で、結構面白いんですよね。アメリカの取材っていうのにね、生かされるんですよ、佐野さんが。録音機持って。で、アメリカ行っていろんな人にインタビューして、で、向こうでサンフランシスコに出会ったミュージシャンに、俺はこれから東海岸に行って、ミュージシャンもっと充実したものにするんだ。君はどうなんだいって言われて、いや、俺はミュージシャン本当はやりたかったんだよなってことを、ふわっと思って、日本に帰ってきて、辞めて、で、デビューしていくんですよね。ああ、まあ、そんなようなこともね、書いてありました。いい本ですね、これね。80年代音楽ノート。集英社から出てますね。1700円。竹さんにまたちょっと来ていただいてお話を伺いたいな、なんて思っております。さて、今週は山形、広島あれこれ、山形放送さん、中国放送さん、中国放送さん、広島明日からネットが始まるんですけどね、水木金、いただいております。メール上、ue@1242.com ですが、66歳の猫好きナースさん、横浜の方です。私の父が広島、母が山形出身なんです。その二人が出会ったのは戦争中の満州です。戦争がなければ出会わなかった二人とも言えます。父がソ連軍の捕虜になりまして、で仲間となんとか逃げ出して、それぞれ日本の民間人にかくまってもらっていたんだそうです。で、この時父が逃げ込んだのが母の満州の家だったそうです。母の父親、私の祖父は当時満州鉄道満鉄に勤めていました。祖父は長男ではなかったため実家の畑を継ぐことはできず、祖母と5歳の母を連れて満州に渡ったんです。母が父と出会ったのは16歳の頃。父と一回り違うので、父はその時28歳だったと思います。母たち一家はハルピンから終戦後4人の兄弟を連れ計7人、誰一人欠けることもなく無事に山形に戻ることができたんです。で、父は広島に原爆が投下されたことを知り、身内はもう誰も残っていないと判断し、しばらく中国にいたようです。で、その間は母と文通をしていたようなんですね。そして昭和28年にやっと帰国をし、当時、看護師をしていた母と結婚をいたしました。すごい大河ドラマみたいな人生ですね。これは私が母から聞いた話なんです。まあ、細かく言えばもっとドラマチックで小説にもなりそうなエピソードもあるようなんですが、残念ながら両親はすでに他界をしておりますので、これ以上詳しいことはわからないんですね、という。いや、すごいですね。はあ、一回り違う。でもなんか感じた。そして俺はもう広島に帰れない。こっちに残る。で、文通を始める。そしてそれがちゃんとね、その恋が成就するというすごい物語。広島と山形、そして満州をつなぐ深い愛の物語でした。5時35分になります。心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は小泉百合さんの大切なことです。かつて
果樹園の世話をしていたことがありました。イチジク、ブドウ、みかん、ビワ、梅、それぞれに個性があり、神様の彩られる園を巡るのは楽しい時間でもありました。葉や実をつけない季節にも、木々の間を歩きながら幹や枝の状態を見て回ります。虫が内部に潜り込んでいないか、表皮が傷ついていないか、肥料は足りているか、目で観察することも大切ですが、そっと手で触れて木のぬくもりを感じてみます。ある冬の日、私は柔らかな日差しを受けて佇む木に話しかけながら、幹に耳を当ててみました。すると木の中から、サラサラサラと何かが流れているような気配を感じたのです。不思議に思い、何度もそっと耳を当ててみました。その時気づいたのです。夏には大きな葉や立派な実をつける木が、今はまるで枯れているように見えていても、実は次の季節に備えて黙々と生きている、生かされているということに。その感動に浸っていると、冬の後にはという歌が生まれました。固く乾いた冬の木の体の中に小さな芽、ずっと前から神様が準備している春の命。この歌を口ずさむ私自身も、葉を落とし、実を結ばず、ただそこにいるだけという時間がありました。それはこの世的には何も生産性がないように思える時間でしたが、日差しや雨や大地から神様の恵みを吸い込んでいる冬の木のように生かされている時間だったと気づかされました。すべての出来事のうちにキリストの死と復活を見出しなさいと、ある神父様から教わりました。これからも私自身、目に見える行動や働きは減る時が来るかもしれません。そういう時には、この冬の木のように、新しい命に備えたいと思います。今日は、小泉ゆりさんの大切なことというお話をお送りいたしました。では、また明日。この番組の精神を織り込んだ機関誌心の灯火をご希望の方は、はがきに郵便番号、住所、氏名、機関誌希望と書いて、郵便番号 604-8006 京都河原町三条心の灯火運動本部までお申し込みください。見本を無料でお送りします。暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。あなたとハッピー、柿山忠です。熊谷美穂です。今朝のコメンテーターは経済アナリストの森永康平さん、森永卓郎さんも登場します。ゲストはショーアップナイターの解説を務めるエモヤンこと江本武則さん。2024年のプロ野球優勝を予想します。ハッピーは今日も朝8時スタート。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送、上柳正彦朝ぼらけ。はい、開局70周年ということで、ペンゴさん葛飾にお住まい57歳の方、いつもありがとうございます。4月1日新年度、週初めの月曜、天気は雨という条件重なって電車も混雑、遅れ気味でした。電車降りて会社までの道すがら、黒いスーツの集団をあちこちで見かけました。自分自身もつい昨日のことのように記憶が蘇ります。仕事を終えての帰り道、新人同士居酒屋を探している姿なんかも見られましたね。懐かしい。私はラジオと親和性の高い地域を走る電車に乗り込み、京浜急行でしょうかね空いてる座席に座ると、目の前にちっちゃい上ちゃんのような顔がポンと目に入ったんです。ん？なんで？と思ってよく見ると、日本放送開局70周年、笑顔になあれの額面広告でした。
左上の上ちゃんを筆頭に、隣に新業アナウンサー、他アベンジャーズの面々の写真が飾られておりました。開局70周年、並びに朝ぼらけネット数、ネット曲数アップ、おめでとうございますということで、写真を添付していただいてるんですけど、これあれですよね。電車のあの扉の横なんかにあの広告のスペースがあって、で、そこにね、あの美容関係の広告とか貼ってある、あそこだとおぼしきところに、笑顔になれ、おかげさまで日本放送開局70周年って書いてあって、で、それが真ん中にドーンと文字があって、その周りにですね、これよく見ると、あ、いわゆるタレントさん一人もいない。全員日本放送アナウンサー、ないしは元日本放送アナウンサーの人。地味な顔だなこれは、知ってる人は、ああ、新業ちゃんとか思うでしょうけども、知らない人はこれ、何の集団だって思うでしょうね。はあ、こういうのが電車の中で。なるほどね。まあ、そうですね。顔を日常的に出してない職種なのでね。まあ、いかほどの効果があるのかわからないですけども。見つけた方はですね、そっと、あ、ここにあるっていうふうに思っていただけたら嬉しいですね。はい、ありがとうございました。わざわざ声を送っていただきました。5時、あ、もうちょっと時間あるかな。じゃ、もう一つ読んじゃおうかな。広島での朝ぼらけ聞きたいと書いていらっしゃる八王子のもみさん56歳の方なんですけれどもね、4月2日は36回目の結婚記念日です。あ、おめでとうございます。嘘のようにあっという間の36年。当時20歳だった私も56歳、20歳でご結婚ですか。4歳年上の主人は12年の単身赴任を経て3年前自宅に戻り、今年2月に定年を迎えました。でも別会社に行ってそのまま働かせていただけることに感謝。単身赴任中は子供2人の成長とともに色々ありました。反抗期バッチバチだった下の娘も30歳。10歳を筆頭に3人の母となり、現在、広島で育児とパートに多忙そうな毎日です。なるほど。広島、山形、あれこれの広島ですね。今週末より私一人、そんな娘家族のいる広島に1週間ほど行ってまいります。自分の育児も過ぎればあっという間でしたが、娘の子供たちの元気な姿、この目に焼き付けてきたいと思います。鹿にも遭遇するという自然豊かな環境、ぜひ私も鹿にご挨拶できればと思っています。広島での朝ぼらけ、聞きたい中国放送 RCC さんということで。そうですか、中国放送さんは水木金の放送となっております。朝ぼらけ4時半からです。気をつけて広島行ってらっしゃい。5時44分になるところです。 FM93 AM1242 日本放送上柳正彦朝ぼらけ。ここで風邪薬直任でおなじみの善薬グループの善薬販売からお知らせです。お口のお悩みというのは歯の黄ばみですとか歯周病、口臭など、まあいろいろありますよね。当てはまってる方いらっしゃいませんか。特に多いお悩みは歯の黄ばみですね。見た目の印象を決める大事なポイントです。例えば真っ白いシャツというのは清潔感にあふれて自然な白さで美しいですよね。好印象になるために白いシャツのような歯の白さ目指したいもんですよね。で、ここでご紹介したいのが薬用歯磨きオーラパールプラスです。独自のブライトニング処方で輝く白い歯へと導きます。薬用成分によりまして虫歯の発生及び進行の予防をして歯を白く丈夫にしてくれるんですね。で、さらには歯周炎、歯肉炎の予防や口臭の防止など効果効能が11個もありまして、しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は使っていないんですね。2023年2月時点、善薬グループ調べでシリーズ売上が累計150万本を突破して、大変好評をいただいております。で、味がね、ほんのり塩味なんですけどね、お口にいい感じがして、私も気に入っておりますね。で、使用した後、なんといっても歯がツルッツルになる。これが気持ちがいいですね。で、こちら店頭では販売していない限定商品です。今日は通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ価格1本税込み1980円で提供させていただきます。送料は税込み600円です。また300円相当の歯ブラシ、330円相当の歯ブラシ1本と歯の色の変化がわかるチェックシート、これをプレゼントいたします。電話番号です。0120
400-022番。このラジオ聞いたとお伝えください。お届け返品、お支払い手数料についてもお電話でどうぞ。0120-400-022番。受付は朝9時から夜8時までです。この機会に輝く笑顔を手に入れてみませんか？ FM93 AM1242 日本放送上柳正彦朝ぼらけ。新聞切り抜き新聞ちょきちょきです。昨日入社式各種で行われましてね、イベント型の入社式が復活したようです。まあコロナの時期はこうやって人が集えなかったわけですからね。5年ぶりの対面形式となったのが、読売新聞によりますとソニーグループの入社式、人気バンド緑黄色社会が登場したという。会場も横浜のあの音楽施設、でっかいのできてますよね。 K アリーナ横浜ってところの会場ですね。2020年以降に入社した社員計4100人がライブを楽しんだ。なるほど、入社式もほとんどなかったような人たちも、じゃあせっかくだからやろうぜという風になったんですね。そうですか。日本航空は羽田空港の格納庫で開催。客室乗務員出身としても女性としても同社初の社長、鳥取光子社長が1月に起きた航空機の衝突事故に触れて、業務が乗客の命につながっていることを忘れないでほしいと訴えたということですね。同じ読売新聞ですが、能登復興へ新人決意ということで、石川県内でもねいろいろと入社式あったんですが、石川県庁でも入所式が行われたということですね。それからあの輪島市役所でも入所式が行われたという報道がありましたよね。大変な時に、まあ、本当に自治体に入るということですけど、なんか若い人たちの顔がすごく凛々しかったなというね、テレビの画面を見ていただけなんですけども、会社様々でございます。その中で入社式がないのが、小林製薬なんですよね。そうなんですよね。でその読売新聞の社説によりますとね、やっぱりあの紅麹、ここにどうも青カビが発生して、その青カビから発生する物質プベルル酸というのが検出されたという。このプベルル酸というのが腎臓への影響まだ分かってないんだけども、とにかくこういったものの情報の開示が遅いということを読売の社説は書いていますね。腎臓病の患者3人を診察した日大板橋病院のお医者さんが、これサプリが原因じゃないかと疑って2月の1日小林製薬に連絡をした。しかし担当者が事情を聞きに来たのは3週間が過ぎてからであるという、まあ、このあたりがだんだん分かってきてしまっていますね。はい、入社式はないということ。そして入社した途端にやっぱり厳しい状況をなんとか若い人の力で知っていかなきゃいけないというのがダイハツですよね。認証不正というものに伴う出荷停止が響いておりまして、車の売り上げが 21.6% 減ということですね。おそらく社長さんの挨拶も厳しいものだったと思います。一方で今までずっと軽自動車ってのはダイハツが1位だったんですけど、18年ぶりにスズキが逆転をしたんですね。スズキ18年ぶり、軽自動車首位ということです。ダイハツ認証不正響き2位ということです。なんかあの鈴木と言いますと、この間娘の引っ越し手伝うんで鈴木のエブリーっていう軽自動車に乗ってハンドル握ったもんですから、街中で鈴木エブリーってめちゃめちゃ走ってますね。でもね、何かっていうと鈴木エブリーだなと思いながらね、なんか嬉しくなってる自分って言うんですね。全然あんた関係ないだろって話なんですけどね。それから自転車の方でいきますとね、日本経済新聞、自転車のヘルメットっていうのが努力義務が着用になってますよね。去年の春からですよ、2023年の4月なんですが、努力義務ということで普及が遠いということ。東京大阪でまあ着用してる人は1割未満ということです。面倒で見た目で敬遠という、つけるのが面倒くさいし、ヘルメット置く場所もないし、髪型崩れちゃうし、頭蒸れるし、ちょっとの距離だし、いいデザインないしという、ちょっと帽子に近い感じのデザインのヘルメットも売り出されてるようなんですけどもね。5時50分30秒回ってます。あの素晴らしい歌をもう一度コンサート2024、6月27日木曜日、東京国際フォーラムホール A。
北山治、イルカ、尾崎亜美、森山良子、ルーベルベッツがあの名曲を。詳しくは日本放送イベントホームページまで。今日の日本ソラジオリビング、先月ご紹介してこれはやっぱお買い得だと、こういう買い物をしたいという方がたくさんいらっしゃって大反響いただきましたね。日立2023年製エアコン、白熊くんご紹介いたします。もう4月になりますと2024年モデルが出るわけですね。でこれはもう値上がりを、せざるを得ないというメーカーさんの事情があります。でスペック的にはですね、機能的にはほとんど変わらない2023年が当然安く買えるわけですよ。在庫で置いといてもしょうがないですから、そういったものをご紹介していますね。すでに製造が終了している大変希少な2023年製のモデルを集めました。今回ご用意できたのが200台のみとなっております。この機会お気の足のないように、本当にエアコン店頭行くと分かりますが、まず高機能のものしか置いてない。でしかも去年より値段が上がっているという。でスタンダードのこのスペックで、しかも2023年モデルだったらもう店頭にないですからね。ぜひ、もう機能はほとんど最新モデルと変わりませんので、この2023年製でいいやって方、が欲しいという方、ぜひ。今回も買い替えの場合の下取り価格を増額しています。3万1000円で下取りですよ。2023年製白熊くんの最終価格、これも最安値になりますね。ただし数に限りがありますね。安く買うなら今日でございます。お早めにどうぞ。お値段です、ある業者で工事費と合わせ6畳用が12万3090円だったところ、ラジオリビングでは通常1万3000円以上する標準取付工事費含めまして税込みで9万9800円ですね。でさらに買い替えの場合は今お使いのエアコンを3万1000円で下取りをいたしますから、税込みで6万8800円になっちゃうという。で下取りのエアコンが1台でもあれば何台買われてもそれぞれ3万1000円引きです。さらにラジオリビング限定の特典として、花粉とかカビなどのアレル物質を抑制する空気清浄フィルターと、それからこれは高機能のものについてるんですが、油汚れに強いステンレスフィルター、このステンレスフィルターは掃除が楽なんですね。これもお付けしてあります。お申し込みです。フリーダイヤル0120-1242-86番、0120-1242-86番ですね。あの寝室ですとかね、子供部屋で使うんだったらスタンダードでもう十分だと思います。で光熱費も値上がりしています。省エネ性能、これもね大事なポイントです。白熊くんメーカー調べで1時間あたりの冷房電気代が6畳用でわずか 2.8 円です。日中ずっと使っていても1日50円足らずですよ。およそ15年前の機種と比べると消費電力およそ 25% 少なくなりますからね。光熱費も値上がり決定ですからね、そういう昨今この差は本当に大きいです。古いエアコンだましだまし使い続けるより買い替え、これ断然お得になりますね。賢く節約をしていきましょう。設置後も安心、保証も手厚いですね。通常1年の保証期間、追加料金なしで7年に大幅延長です。買い替えるなら最終価格最安値が実現した今、この機会にぜひご検討ください。日立2023年製エアコン白熊くん、6畳用が標準取付工事費税込み9万9800円、下取りありは3万1000匹の税込み6万8800円、その中のサイズ下取りありのお値段すべて税込みで8畳用8万3800円、10畳用9万3800円、12畳用10万8000円、14畳用は12万5000円。工事対応エリア島しょ部除く関東1都6県プラス静岡山梨ですね。で買い替えの場合は家電リサイクル費などは別途かかります。あらかじめご了承ください。寝室ですとか子供部屋でしたらね、あの高スペックの空気清浄機がついてるとか自動掃除機ついてるとかっていうのじゃない、こういうスタンダードナンバーで十分じゃないかと思います。しかもそれがとても安くなっています。ご利用くださいます。お申し込みフリーダイヤル0120-1242-86番、0120-1242-86番までどうぞ。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800、 東京税理士会所属税理士法人48。
おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組のトピックスをニュース記事で読みやすくお届け。 1242.com からアクセス。三宅裕司です。松下由紀です。熱海五郎一座スマイルフォーエバーを6月2日から新橋演舞場で上演します。チケットは絶賛発売中。チケット本小地区0570-000-489。8年ぶりの一座メンバーとの共演はどう？毎日笑いっぱなしです。ぜひ劇場へお越しください。飯田浩司の OK 浩司アップはポッドキャストでも配信中。番組ホームページをチェック。ビラ配りをさあ、ゴリラ祭りズ有楽町の歌が流れてまいりました。静岡沼津にお住まいの67歳のガンガゼさん、よくメールくださる方なんですが、なんか封筒が届きまして、なんだろうと思ったらですね、高島秀武さんのオールナイトニッポン月一でゲストにいらっしゃった芸能生活20周年記念、花園直美さん、まあ、あの踊りをやられる方ですよね。その方の明治座のチケットが2枚入ってたんですよ。これ何これ、どうしたのこれと思ってよく読んだら、なんかチケットプレゼントで当たったんだけども、4月の平日に都合がつかなくなっちゃっていけないんです。ゆめちゃん送るんで何とかしてくださいっていう、あのね、チケットピアじゃないんですよ。ご招待券ですよ。花園直道、まあ、これあの高島さんの放送聞いた方はね、よくお分かりだと思うんですけど、ゲストがねデヴィ夫人が登場するんです。デヴィ夫人ってあの踊りすごいんですってね。あとは踊りの有名な方いっぱい登場して、明治座で4月18日のチケットですね、木曜日16時開演です。2階席ですね、正面6列の35番、花園城だよ全員集合という明治座で、まあ、ちょっと踊りを見てみたいなっていう方そういらっしゃったらメールで募集しようかな。これ捨てちゃっても処分してもしょうがないから、あの明日発表します。あのもし行きたいという方、4月18日木曜日、明治座ご招待、花園直美さん芸能生活20周年記念、欲しいという方メールでの受付ですね、あなたのお名前、住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお書きの上、ue@1242.com にお送りください。あのこういうものを送ったら何とかしてくれるっていうことでもないんでね、これもったいないんでそうさせていただきますけども、あのなるべく自分ご自分のお友達とかに勧めてくださいね。よろしくお願いいたします。たくさんの方から NHK のニュースで日本製鉄の入社式見ていたら、あの代表取締役の皆さんと新入社員の皆さんがこの言葉を元気よく昭和していましたというご報告のメールたくさん来ておりますね。はい、その言葉とはやっぱりこういう現場なんですね。皆さんご安全にという言葉でなんか最後締めたそうですよ。はい、ということで、今日も一日どうぞご安全にお過ごしください。日中おおむね晴れでございます。この後はさっきスタジオに来てくれました飯田さんとそして新業さん、 OK 工事アップとなっております。上柳はここまで。伊集院光です。4月から番組がお昼前と夕方の2部構成になっちゃいます。夕方の20分番組は伊集院光の種、我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は今日夕方5時30分からリニューアル。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム、第3類医薬品です。